南部虎田さんの通夜で煉獄コロアキが南部さんの顔を撮影したと疑われトラブルになりました。さらに田代正史氏を私人逮捕しようとして胸ぐらをつかまれる事態に発展しました。ネットでは煉獄コロアキの行動が問題視されており、彼が悪いと思うかどうかについての意見が求められています。